こんにちは、リリナナです、今日はこちらストライプ模様の巾着ショルダーバッグを作ってみました。夏っぽい感じで持てるかなと思うので、もしよかったら編んでみてください。はい、では材料です。今回は浜中さんのエコアンダリア、こちらのカラーナンバーが23番、こちらを使用していきます。こちらはレイヨンが 100%、 40g、 約 80m、かぎ針が5号から7号、かぎ針編み、長編みの標準ゲージが17目6段となっています。で、あとはセリアさんで購入したニューエンジェルコットンのカラーナンバー1番、あとはカラーナンバー5番、こちらを使用していきます。で、こちらは綿が 100%、 約 25g、 約 65m、 使用かぎ針が3号から4号、標準ゲージが22目31段となっています。かぎ針は5号針の 3mm と6号針の 3.5mm を使用していきます。で、あとは巾着にするので、こちらのロープを使っていきます。これは100円ショップの 4mm 幅のロープになっています。で、紐は何でも大丈夫なので、お好みのワックスコートとかでも大丈夫です。あとはショルダーにするので、必要な方は T カンなど、私は 18mm の T カンを使用していきます。ではまずは6号針の 3.5mm、 こちらを使用してエコアンダリアを編んでいきます。で、編み癖が緩い方とかは6号針ではなく5号針とか、ちょっときつめに編んでみてください。では指に2回巻きつけて予備から外します。輪の中に針を入れて糸を持ってきます。一度引き締めて鎖一つで立ち上がります。輪の中に細編みを6目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、 6目編めたら輪を引き締めます。糸端と同じところから出ている糸を引っ張って、で、こちらの糸端を引っ張ります。針を戻して、糸が動く方が針の前になるように針を戻します。一番最後の目から数えて6目目、 1、2、3、4、5、6、 こちらに針を入れて、このまま引き抜きます。で、これで1段目が編めました。で、次から増やしながらどんどん円を大きくしていきます。もし円の編み方がわからない方は、こちらの動画の説明欄にリンクが貼ってありますので、よかったら確認してみてください。で、1段から18段まで編んで、18段目の合計を108目にしていきます。では、18段まで円を編んでいきます。はい、1段から18段まで編んできました。18段目の合計が108目になっています。で、この時点でちょっと歪みが気になるので、一度スチームをかけていきます。はい、スチームをかけてきました。で、だいたい横の長さが 17.5 センチになっています。で、多少の誤差は大丈夫なんですけども、だいたいこのくらいの長さ、大きさを目安にしてみてください。はい、では次は19段目。19段目からは増減なしで上に書いてある段数まで細編みを編んでいきます。で、細編みの段数はお好みなので、糸の残り具合と相談したりとかしながら、ぜひ編んでみてください。一つの目に一つずつ細編みを編んでいきます。私は結構編み癖がきついので、緩い方とかは号数を下げて、ぜひ編んでみてください。この後にコットン糸でこう模様を編んでいくんですけども、やっぱり目数が決まってしまうので、こちらの目の大きさですね、が明らかに大きかったりすると、結構コットン糸を編んだ時に歪みが出てきてしまうので、
編み癖が緩いんだよなという方は5号針とかで編んでいただくといいかなと思います。では上に書いてある段数まで細編みを編んでいきます。はい、27段まで増減なしで編んできました。で、私は一玉使い切りという感じで27段にしたんですけども、もし一玉だけ使いたいなという方は糸の残り具合に応じて段数を変えてみてください。で、引き抜いたところまで終わっているので、こちらで糸をカットします。で、このまま糸を抜いて、で、糸処理は最後でもいいんですけども、ちょっと邪魔になるので私は糸処理をしておきます。で、軽く周りにスチームをかけておきます。これは一番最後編み上がった時でもいいんですけども、気になる方はスチームをかけてみてください。はい、糸処理をしてスチームをかけてきました。で、だいたい中心からの長さが13センチぐらいになっています。で、一周の長さ、結構スチームをかけると伸びたりするので編み上がりとは多少変わってきてると思うんですけども、だいたい一周が 59.5 センチぐらいになっています。では次からかぎ針を5号針3ミリ、こちらに持ち替えて編んでいきます。で、糸はニューエンジェルコットンのカラーナンバー1番、こちらを使用していきます。で、編み始めるのが、こちらエコアンダリアで今まで編んできたもの。で、こちらが立ち上がりになります。ここが引き抜いた目、ここが一番最初の頭、こちらから編み始めます。で、糸処理できるぐらい残して、糸をつけます。で、このまま鎖を1つで引き抜いた目、糸をつけた目ですね、1目めに細編みをまずは2回編んでいきます。細編みの増し目、1、2、次の目から細編みを3目編んでいきます。1、2、3、で、次の目から筋編みで細編みを5目編んでいきます。奥の1本を拾って細編み、1、2、3、5で、これを繰り返していきます。次の目には細編みの増し目、一つの目に細編みを2回、次の目から細編みを3目、1、2、3、で、次から筋編みで細編みを5目、1、2、3、4、5で、これを繰り返します。増し目細編み3で、筋編みで細編みを5回というのをぐるっと編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。増し目細編み3で、筋編みで細編みを5目で、最後まで来たと思います。で、もし何か目数が合わないなという方はちょっと調節をしていただいて、こちらは10目で一模様になっているので、ちょっとどこかで増やしたり減らしたりしながら調節をしてみてください。で、このまま細編みの頭ですね、こちら2目入れた右側の頭に針を入れて、引き抜きます。で、これで1段目が編めました。で、次は2段目、まずは鎖2回で立ち上がります。で、これを長編みの立ち上がりとします。で、1段編みくるむ感じでまずは長編みを5目編んでいきます。引っ掛けて、まずは1目めですね、こ
こちらに細編み2目入っているので、同じ目に長編みを2目入れてあげます。1、2、次の目から長編みを3目。1、2、3。で、そしたらこちら、筋編みで編んだところ、こちらには細編みを5目編んでいきます。頭を拾って、細編みを5目。1、2、3、4、5。で、これを繰り返していきます。まずは長編みを2目。1、2。で、次の目から一つずつ長編みを3目。1、2、3。次の目から細編みを5目。1、2、3、4、5。一つの目に長編みを2目。で、長編みを3目。で、こちらには細編みを5目という感じでぐるっと編んでいきます。はい、端の方まで編んできて残り1目になっています。で、ここで色を変えていきます。糸を持ってきて、で、このまま黒い糸、こちらで引き抜きます。で、一番最初の長編みの頭に針を入れて、で、今まで編んでいた白い糸も編みくるみながら引き抜きます。で、これで2段目が編めました。で、次は3段目。3段目は筋編みで細編みを5目で、次は前に残しておいたこちらの筋、ここに長編みを編んでいきます。まずは鎖一つで立ち上がって、奥の一本、こちらに針を入れて、細編みを5回編んでいきます。1、2、3、4、5。で、次は前に残しておいたこちらの筋に長編み、引っ掛けて、こちらですね。編み地を後ろに倒してあげると編みやすいと思います。このまま長編みを1、2、3、4、5。で、次は長編みの頭、奥の1本拾って筋編みで細編みを5目。1、2、3、4、5。で、これを繰り返していきます。こちらの筋に長編みを5目。1、2、3、4、で、こんな感じでくるっと編んでいきます。筋編みで細編みを5目で、残しておいたエクアダリアの筋、こちらに長編みを5目と編んでいきます。はい、端まで編んできました。残り1目になっています。ここで色を変えていきます。一番最後の長編みですね、こちらで引き抜くときに色を変えます。後ろで休ませておいたこちらの白糸で、このまま引き抜きます。で、最初の目に引き抜くんですけども、ちょっと黒だと見づらいので違う糸で説明をしていきます。
ではこちらの毛糸で説明をしていきます。先ほどと同じように一番最後の目、こちらに針を入れて、で長編みの2本引き抜くときに色を変えていきます。でこのまま引き抜いたところを立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて、今まで編んでいたこちらの糸ですね、ベージュがバックでいう黒になります。こちらを編みくるんで引き抜きます。でこのグレーが白と同じ編み方になります。でこれで3段目が編めました。で次は4段目。4段目はまずは鎖2回で立ち上がります。でこちらに筋が残っていると思うんですけども、この筋に長編みを編んでいきます。引っ掛けて、こちら前に残しておいた筋ですね、ここの編み地を後ろにちょっと倒してあげると編みやすいと思います。こちらに長編みを5目、1、2、3、4、5、長編み5目編めたら、こちらですね、こちらの奥の1本拾って細編みを5目編んでいきます。筋編みで細編みを5目、1、2、3、4、5で、これを繰り返していきます。前に残しておいたこちら長編みの頭ですね、半目、こちらを拾って長編みを5目、1、2、3、4、5、後ろには細編みが残るように編んでいきます。で次は長編みの頭、筋編みで細編みを5目、1、2、3、4、5で、これをぐるっと繰り返していきます。残しておいた長編みの頭半目、こちらに長編みを5目、でこちらの長編みの頭、奥の1本拾って筋編みで細編みを5目編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。筋編みで細編みを4目で、一番最後で色を変えていきます。糸を持ってきて、で引き抜くときに色を変えます。私の場合はこちら黒ですね、黒で引き抜く。でこのまま一番最初の長編みの頭に針を入れて、今まで編んできた糸は一緒に編みくるみながら引き抜きます。で編んでいた糸は後ろで休ませておいて、次から5段目、次は黒糸で編んでいきます。鎖一つで立ち上がって、で細編みの筋編みを5目、1、2、3、4、5で、次は長編みを編んでいきます。長編みはこちらの筋、長編みのこの頭ですね、こちらに編んでいきます。引っ掛けて、下の段の細編みは編みくるまずに、こちらにだけ針を入れます。で糸を持ってきて長編みで、こちらを5目、1、2、3、4、5で繰り返します。筋編みで細編みを5目、
1、2、3、4、5で長編みを編みます。細編みは飛ばして、こちらの段の長編みの半目、こちらに針を入れて長編み1、2、3、4、5で、これを繰り返して編んでいきます。下の段が長編みの場合は筋編みで細編みを5目、下の段が細編みの場合はこちらの下の長編みの半目、こちらを拾って長編みという感じで編んでいきます。はい、端まで編んできました。一番最後で色を変えていきます。2本引き抜くときにこちらの糸で引き抜きます。で、一番最初の細編みの頭ですね、引き抜いたところ立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて今まで編んでいた糸も針の上に持ってきて引き抜きます。で、これで5段目が編めました。実際5段目は黒になります。で、4段目の白、5段目の黒、こちらを交互で繰り返しながら編んでいきます。で、今回私は白と黒、コットン糸でちょっと見づらかったので編み方はこちらで説明させていただいたんですけども、まあ編み方的には全く同じなので、こちらの編み方でどんどん編んでみてください。では4段目の白と5段目の黒を繰り返しながら上に書いてある段数まで編んでいきます。はい、31段まで編んできました。で、だいたいこちらストライプ模様が15センチぐらいになっています。こちらはお好みの長さで大丈夫なので、お好きな段数編んでみてください。で、一番最後まで黒で編んだんですけども、最後では色を変えずにこのまま一番最初の目に針を入れて引き抜いてしまいます。で、今まで編んでいたこちら白い糸ですね、こちらはもう使わないのでカットします。で、次からは鎖一つで立ち上がって一つの目に一つずつ細編みを編んでいきます。ちょっとこれだと見づらいので、こちらも同じように、こちらベージュが黒になっています。鎖一つで立ち上がって次からは頭全部を拾って細編みという感じで、まずは一周細編みを編んでいきます。はい、端まで編んできました。引き抜いたところ立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。で、こちらも同じように1段細編みを編んでいます。では次は33段目、まずは鎖一つで立ち上がります。で、紐を通す穴を編んでいきます。まずは細編みを1つ、で、次から鎖3目、細編み7目というのを繰り返していきます。 1、2、3 で、下の段 1、2、3 目飛ばします。で、4目目から細編みを7目、 1、2、3、4、5、6、7 で、鎖を3目、下の段 1、2、3 目飛ばして4目目からまた細編みを7目、2、3、4、5、6、7で、これを繰り返していきます。鎖3目、3目飛ばして細編み7目とぐるっと編んでいきます。はい、端まで編んできました。鎖3目、1、2、3目飛ばして次の目から一番最後まで細編みを6目編んでいきます。1、2、
1、2、3、4、5、6で引き抜いたところ立ち上がり最初の細編みの頭こちらに針を入れて引き抜きます。はい、こちらも同じように穴を開けて編んできました。で、そしたら D カンをつける方は D カンをつける場所を決めていきます。私はこちらが立ち上がりになるんですけども、立ち上がりを後ろにして、で、黒が真ん中で白の上にこう穴が開くようになっています。なのでこちらから紐を通したいので、ピシッと合わせてこちらの黒の線ですね、ここに D カンをつけていきます。なのでこちらの黒い、だいたい私は4目入れていきたいので、だいたいのところでつけていきます。マーカーをつけてこの辺につけるイメージで、こちらは18ミリの D カンになっています。で、反対側もこちらの黒いところですね、ここの上に D カンをつけたいので、こちらが5目一模様になっているので、ちょっとバランスを見てこのあたりに D カンをつけていきます。これ D カンをつけずにこう紐を通して巾着風に持っていただいてもいいので、もしショルダーにしたいなという方は D カンをつけてみてください。で、ショルダーじゃなく巾着っぽく持ちたいなという方は D カンなどをつけずに、またこの上に細編みを編んでみてください。はい、では違う糸でちょっと説明をしていきます。まずは鎖一つで立ち上がって、で、根元には細編み一目入っているので頭に細編みを一つで、こちら鎖3目編んだところには側に拾って細編みを3目で、次から細編み7目鎖3目とあるんですけども、頭に細編み7目のところには細編みを編んでいきます。で、鎖3目のところには側に拾って細編みを3目という感じで、 T カンの近くまで、 T カンじゃない、マーカーの近くまでですね、編んでいきます。はい、マーカーの近くまで細編みを編んできました。で、私はマーカーのところから4目 T カンに編みつけていきます。1、2、3、4で、次の目から細編みをまた一つずつ編んでいきます。で、反対側も同じ目数ですね、こちらで4目入れたら反対側も4目という感じで D カンをつけていきます。ではぐるっと編んでいきます。はい、端まで編んできました。引き抜いたところ立ち上がり最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。で、次からは細編みを編んでいきます。で、お好みの段数で大丈夫なので、お好きな段数編んでみてください。鎖一つで立ち上がって一つの目に一つずつ細編みを編んでいきます。では私は上に書いてある段数、数段、細編みを編んでいきます。はい、36段まで編んできました。で、これで終わりにしようと思うので、このまま糸をカットします。で、糸を抜いて、で、後ろで糸処理をしておきます。で、ちょっと歪みが気になるので、この後にアイロンを少しかけていきたいと思います。で、次は巾着にするので、私は今回ロープを使っていきます。で、こちらのロープを留めるものを作りたいんですけども、これはお好みで作ってみてください。紐をロープじゃなくても、もうワックスコードとかでもいいと思うので、もし使いたいなとか作りたいなという方は一緒に編んでみてください。で、糸は何でもいいんですけども、余ったエコアンダリアで編んでいきます。
かぎ針は6号針の 3.5mm、 こちらを使用して、まずは鎖を3回します。 1,2,3 鎖3目をしたら往復編みで細編みを編んでいきます。鎖1つで立ち上がって1つの目に1つずつ細編みを編んでいきます。もっと太い方がいいなという方は鎖編み4目でスタートをしてみてください。で、往復編みでひたすら編んで、こちらのロープ2本入るぐらいの太さにしていきます。こちらが横になるので、ずっと長く編んで折りたたんだ時にロープが入るぐらいですね。私は上に書いてある段数までしばらく編んでいきます。はい、11段まで編んできました。で、だいたい横が 1.5cm で、こちらの長さが 5.5cm ぐらいになっています。で、ロープを入れた時に真ん中で止めたいので、ちょっと余裕があるぐらいで、このくらいの太さにしていきます。で、そしたらこのままこちらを2つに折ってかがっていきます。周りに引き抜き編みなどをすると仕上がりが綺麗かなと思うんですけども、ちょっと糸がもうないので、私はこのまま終わりにしてしまいます。糸を抜いて、でこのまま半分に折ってかがっちゃいます。で、こちらの糸端も糸処理をしておきます。で、ペタッとさせたい方はアイロンなどをかけてもいいと思います。これはお好みで、アイロンなどはかけてみてください。はい、では準備ができたので、こちら立ち上がりが後ろになるので、ここを間違えないように前から紐を通していきます。 Tカンを横に合わせて、こちらからですね、はい、ロープが通ったらこちらをつけていきます。これもかがったところを後ろにしてロープを入れていきます。で、真ん中を留めたいんですけども、縫ってもいいんですけど、私は真ん中にこちらのボタンをつけていきます。小さなボタンがあったので、だいたい1センチぐらいのボタンになります。で、ボタンをつけていきます。後ろから針を入れて、レース糸でつけちゃいます。ロープに針を刺さないように、で、数回つけたら、もし止めてしまいます。で、紐が通ったら、下を縛っちゃいます。
はい、こんな感じでできました。で、こちらを引っ張ると開く感じですね。で、だいたいサイズが横が 25.5 センチ、で、高さが 21.5 ぐらい、で、下の円の部分がだいたい16センチ、17センチぐらいになっています。で、こんな感じでキュッと絞れるものになっているんですけども、で、今回私は D カンをつけてショルダーにしたんですけども、こうこれはつけずに普通に紐で巾着のバッグとしても可愛いと思います。で、ストライプとかボーダーでちょっと太めのものっていうのがちょっと若向けかなという方もいらっしゃると思います。結構洋服とかでもそうなんですけども、白い部分が多いと結構大人っぽい感じのボーダーだったりストライプだったりになると思うんですけども、今回は白5目で黒5目で太めのストライプにしたんですけど、白を7目で黒を3目にしたりして、白の部分をちょっと多くするともうちょっと大人っぽい感じのストライプになるかなと思うので、お好みでぜひ作ってみてください。で、例えばエコアンダリアで下の部分を編んですごく歪んでしまうとか、エコアンダリアを使うのが苦手だなという方は同じエンジェルコットンで編むといいと思います。エンジェルコットンを6号針で底の部分を作って、で、上の部分をエンジェルコットンで編む。で、そうすれば増やしたりせずに編めるので、私は模様に入った時1段目ですね、こちらでちょっと目数を調節したり、ちょっとゲージが合わなかったので調節をしたりしたんですけども、そちらの必要がないので最終段で10の倍数にエンジェルコットンで編んだ時にしてしまって、で、そこから模様を編んでしまう、ちょっと難しいんですけども、そうするとゲージを測ったりとか、あとはエコアンダリアを使わずに編めると思うので、ぜひ模様などを参考に編んでみてください。で、模様も必ず10の倍数っていうわけではなく、お好きな太さ、お好きな幅、白を多くしたり黒を多くしたりなどをして編んでみてください。では、今回はストライプ模様で巾着ショルダーバッグを作ってみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。